夫すなわち妻ではない。宮本百合子。どういう意味からにしても、今の場合、それを言うのは少し困ります。表面だけで誤解されることが嫌なんです。でも、こういうことは言われると思います。今の時代では、妻は自分の生活をすべて夫の生活に適応させなくては生活することはできないということ。または、 たとえ妻の意見が夫の意見と違っていても、世間の人は夫の意見は妻の意見だというふうにみなしてしまうし、それから夫が間違ったことをして妻がその間違いであることを言っていても、一般の人たちは妻も間違っているものだと思っているというふうに、何でもかでも夫、すなわち妻でなくてはならないというのは苦しい生活です。また、 日本の昔ながらのいい妻であれと願われることも現代の妻にとってはかなり大きな不平の一つでしょう。1926年5月